はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はビーストボックス BB08 アイスキューブいきたいと思います。はい、こちらはね、株式会社マイルストーンさんからサンプルをねいただきました。はい、初のね鳥型ということで、今度はねペンギンです。もう8段になってるんだね。もう8段つってもね、今まで色違いがね結構出てるから、まあ実はもう8体ではない、数々いろんなねやつがね出てきてるんですけど、今回は初のね鳥型で、今ちょうどね鳥型といえばね、あのエコブラスターっていうやつ、あれもね予約受付中で、あれはねちょうど予約は入れてます。で、はい、スペックカードいきましょう。はい、今回のスペックカードはこちらですね。なんか分厚いぞ、なんか今までのカードに比べてすごい分厚いんだけど。はい、おインテリジェンスがマックス、知性が高いんだね。で、スピードとかあの辺はもう全部低いんだ。ただ知性だけがすごいあるんだね。はい、でおなじみのカタログ、内容はどうだろうね。あ、これ見る限り一緒かな。そう、新作のねエコブラスターとかあの辺入ってないね。はい、同じ。はい、では行きましょう。で、おなじみのケースと何やらパーツが、お、これ頭の上か。で、ペンギン、なんかもうシュリンクパックでひとまとめになってるんだけど、これどういう意味合いなんだ。こればらけて間違って梱包しないようにっていう、そういう配慮なのか。あれ、でも今フィルムを外したんだけど、なんかあんまりくっついてなかったような気がするね。あ、くっついてるか。お、ちょっと待って、なんだこれなんだこれ、磁石だよ。お、これちょっと新しい感覚、あ、面白いなこれ。じゃあじっくり見ていきましょう。はい、ボディのここにはシルバーで担保印刷、あ、ちゃんと4箇所入ってるね。で、さっきね、あの磁石でくっつくって言ったんだけど、ちょうどねこの内側じゃないかな、磁石入ってるので、ここのね下の部分に突起があって、で穴があって、まあそれを合わせて正しい位置、また勝手に磁石でくっつくみたいな。はい、そんな感じでバラしていきましょう。半分にして、でさらに半分、もうこの時点で可愛いもんね。はい、そしてねバラしてみて分かったんだけど、4タイプ担保印刷違うんだよね。はい、ちょっとね斜めに向けて拡大してみると、はい、スペード、そしてハートで、クローバーで、ダイヤで、さらにねここ横くるっと向かせると、反対側に青い文字で04ここに書かれてますね。はい、数字まで入ってる。でクローバーは、はい、03で、ハートが02、そしてスペードが01。はい、4タイプあるからね、さすがにこれシュリンクしてるのもわかる気がする。まあ、ばらけて梱包されたらねダメだなっていう、形は一緒なんだけどね。はい、そんなわけで変形させていきたいと思います。はい、まずはスペードの01からいきましょうか。で、足を出します。変形はねすごく簡単で、翼を開くで、この尾の部分これも開くで、頭部なんだけどここまで上がるんですよね。で、何やらギアのようなものがあって、これを回すことによって表情が変わるんだよね。これはね芸コマ、まあ1番このペンギンにしようか。いや可愛い。でね、一つだけパーツがあったのがこれだよね。でこれはじゃあ1番のペンギンさんにつけよう。はい、まあリーダーというのか、はい、兄弟で言うなら長男なのか。はい、うわ可愛いすげえ可愛い。ハートの2番いきます。まあ変形方法は同じ、足と翼と尾と頭部で、頭部もね
今度はどうしようかな、目の表情、さっき黒目だったんだけど、あ、これでいいや。で、まあ、ここまで下ろすよりちょっと浮かせてあげる、まあ、これで完成で、あの頭のパーツはね一つしかなかったので、どれか一つにっていう感じ。はい、そしてクローバーの3番345で頭部で6、まあ6ステップで変形完了か。次の表情どうしよう、これさっきやったからな、あ、これでいいや、ちょっと困ってる。はい、これで3話目完了。ダイヤの4番で、ステップ的には足で1ステップ2ステップ3 4 5で、頭で6。今度の表情どうしよう、これにしようかな、これちょっと上に向けるとまた別の感じ、これにしようか。はい、これで4話目の完了。いや、かわいいわ。はい、4話のねペンギンが完成したんだけど、可動部位はね、羽がねここまでマックスで、尾がここがマックスで、足元はいここまで可動で、これなんだけど、ここね金属の軸があるんだけど、可動域としてはもう微妙に動く感じ、まあ、なのでね、こう伸ばして頭部もこう伸ばすことによって、まあ、海の中の魚をこうやって取りに行くみたいな、そんなイメージの遊び方だったり、あとはね頭部、今ねちょっと戻すと回転します、結構動くよこれ。はい、でね見てみると、これが当たるところま で、反対側がここがマックスなので、まあ、この状態で回すとかなり動く。ここまで下ろしてもギリ動くか。ここに行っちゃうともう当たっちゃうんだけど。はい、そんな可動域でございます。あ、で、これだ。トップの、はい、髪飾りというか、頭。はい。これは付け替え可能。やっぱこれね、ちょっと驚いたのが、この目の表情だよね。これはすげえ可愛い。これがノーマルなんだけど、ちょっと上見て上、これはやばいか、まあ白目とかちょっと下を見てみるとかね、この表情。はい、それではね戻し変形いきましょう。まあ、頭部にパーツがついてる場合はこれを外して、全部でね6ステップいきましょう。1、2、3、4、5、6、まあ、これだけだからねすごい簡単。まあ、一応対象年齢15歳だけど、なんか子供がね変形させても簡単にできる、そんな難易度です。はい、1、2、3、4、5で6で、はい、こんだけのステップでの全4体変形完了で、これねよ、はい、あとはボックス状にするにはくっつけるだけ。まあ、下がねこういったツルツルのとこだったら、こう近づけるだけで、はい、磁石でくっついて、まあ、こういうボックス状になる。個人的にはねこのボックス状はねこの下からのアングルの方が好きかな。なんかいろんな機構が詰まってそうで楽しい。で、今余ってるこの頭部パーツなんだけど、ボックスモードのこの中心にただセットするだけ、これ OK。 ほい、はい、アップで見てみるとパーツを乗っけて、まあ、押し込むことによってちょっとね、まあ、4体開くんだよね。はい、これでセット完了になる。これで落ちないんだよね。はい、どういう感じでくっついてるのかは、このねお腹の部分、逆にしてボックスモードがこうなんだけど、ちょうどねここのお腹の部分にこうセットされる感じ、絶妙な設計だよねこれ。まあ、これで4方向から挟まれてるんで、まあ、抜けない感じですよね。
これで3度。はい。なので、これでね、シャカシャカは言うんだけども、全然落ちない。しっかりホールドしてる。いや、もうほんと見事だわ。この状態ちょっと広げてみると結構面白いかもしれない。なんか飛べそうだよね、これ。で、おなじみのね、ケースに収納。ボックスチャージャー。はい、そんなわけでね、今回の動画はビーストボックスシリーズの BB08 のアイスキューブでした。まあ今まではね、こういった一つのボックスから、はい、変形してっていう遊び方だったんだけど、まあ、今回はね、なんと4分割で4羽のペンギンっていうのが非常に可愛いかなっていうのがあります。で、まあ表情が変わるっていうのと、あとね、磁石でくっつくっていう。そう、磁石といえばね、まあ、ちょっと一回戻そうか。まあ、変形もね、数ステップで終わるしね。で、磁石なんだけど、どんぐらい強力かっていうのはね、こんな感じ。意外と強力なんですよ。電池を支えることもできるし、で、電池から本体で取って、自重を支えることもできる。意外と強力なんですよ。なので、これをね、戻して、そう、それぞれね、本体くっつけるときも、意外といい感じでくっつく。ただね、上にはないから、ちょっとこういったズレはあるんだけど、まあ、下の磁石、ここら辺のね、磁石と、ここの凹凸で止まるので、はい、全然面白いです。で、このね、アイスキューブ、まあ、ペンギンのビーストボックスなんだけど、一回、アマゾンランキング急上昇したんだよね。でね、すんげえ売り切れが続いてて、長い間、そう、在庫なかったんだけど、今はね、在庫復活してるみたいなので、はい、下の方にね、アマゾンのリンク、あとマイルストーンさんのホームページもね、リンク貼ってますので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。そう、ずっとね、結構長い間在庫切れだったね。なので、今回の、ビーストボックス、はい、BB08 アイスキューブ。で、その他もね、まあ、こういったライデンとか、ライデンこっちだ。で、こっちはベヒモス。なんかもね、一緒にね、販売はしてるそうなので、はい、ぜひ、Amazon 覗いてみてください。そんなわけでね、今回の動画は以上となります。では、ご視聴ありがとうございました。